天守閣3階建て何気にチャイチーね、ちっちゃいよこれすごいね、何気に小さいぞ。あ、手上げてる、なんだろう、なんかで、なんか書いてあるぞ、天守台約400万枚の築城を残す貴重な石垣、はい、天守台、浜松城の天守台は一辺21面の矢いびつな四角をしていて、西側に長えよこれ、投げもういいよ、ね、すぐ忘れちゃうしいいよ。さあ降りよう。そうなんだ、家康だ、合ってんのかなこれ、秀吉に似てるような気がする。見学してきました。天守閣は見学代が、見学費用が200円で買っちゃったんだけど、そこのね、どうする家康館というのがあるんですけど、そこを見てこい。そっちね、700円じゃないや、800円だ、合わせて1000円なんだけど、セット料金で、900円で見れるということで買っちゃいました。うん、大河ドラマ館行っちゃおうかな。これ多分これ一時しかねないやつだからね、あの見るべきだと思うな。はい、行くぞ行くぞ家康ね、初めて来たぞ。いや、タイガードラマのこういう時バイクがあれやな。何これ、一回タイガードラマ館どうすんの家康。はい、ほら行ってこう。どないすんの家康だね、関西弁で言うわ。どうなっちゃうの家康とかね、うん、足元注意、え、注意することもないけどね、脅し穴あったりして、うん、あ、やっぱ金取るだけあってしっかりとね、あ、天守閣が見えるぞ。はい、どうなっちゃうの家康って書いてあるな。これ本っていうのは本田、あ、1点いいね、都市って書いてある、なんだろう、前田利家じゃねえよな、分からん、家臣団かな。あ、これみんな出世の町家康ショップ、これ出世するんだ、うん、出口、入り口どこだ。あ、大したお城じゃないのね浜松城ってね、ね、ほら駿府城に比べるとね。こっち出口でしょ、ね、入り口向こうだ。瀬名信長ありがとう、へえ、いっぱい書いてるねみんなね。え、うん、じゃあ入っちゃおう、ね、生き返るね、あれ文化財で、ね、ここに出てきたいですね、うん、ねえ、あ、これいろんな町のいらね、あ、これがその石垣なんだね、へえ、適当に置いたんだろうけどね。え、これ900円払ったぞ、え、まさかの、あ、一回出たり入ったり、ん、体壊せっていうこと、これどっちだ、